はい、皆さんおはようございます。4月30日のビデオレターをお届けします。フラワージェーヌの岸です。先週お話しした通り、今日は母の日というか、この新緑の季節にぴったりのアレンジメントやブーケのリアルに作っているねバージョンをお届けしたいと思います。で、実際に制作はまあ15分とか10分でやってしまうんですけど、ちょっと早送りにしてますけど、雰囲気を楽しんでいただけたらと思います。で、手短に、今日は、実際にお送りしているこの今ちょうど今ですね、ブーケのご紹介をしたいと思います。今回私が市場でいいなというか思ったのはやっぱり新緑ですね。こちらに見えているのが、前回も紹介したかな、リョウブという、枝物です。ちょうど芍薬とかバラのシーズンに、市場にいっぱい出回るものなんですけども、今ちょうどね外に出歩くといろんなこういう葉っぱがですね、新緑がこう芽吹いた後に本当にこのサワサワとサワサワと音がする風を感じるようなアレンジメントとかブーケにしたいなと思って、今年の母の日はね風、自分の中のテーマですよ。皆さんからのオーダーは、叶えてますけど、私のテーマは風ということで、風を感じるような素材を必ず入れようと思っております。でこちらに今、あるのが、両部の枝ですね。この両部の枝とそれから、新緑なので、もう緑と、白とかサツキですね、サツキの色を使った、アレンジメントやブーケを、今週は作っていました。で実際に今ここで、ね、ちょっと試してみましょうかね。こういうまっすぐな、ね、枝があればいいんですけど、曲がっていたり、ね、いろんなものをここでお手入れして使わなければいけないんですけど、たまたま今ここにねこういうまっすぐな素直な人が残っているので、これを使ってみたいと思います。軸になるところに、しっかりと、合わせていただいて、ね、無理やり、2ついっぺんに使えない場合は1つでも全然いいんですけど、ちょっと先週はね涼しかったので、こういう枝スイートピーなんかも一番出てたりして、超ラッキーでしたね。わかります？スイートピーといえば、春の、ね、スイートピーなんですけど、これはサマースイートピーといって宿根タイプのスイートピーですね。枝スイートピー、枝ピーとかもいうふうに言われてるんですけど、こうやって枝分かれしている、この本当につるのくるくるっとなったものがそのまま出荷されるのが短い時期ですけどあります。もう終わったと思ってたんですけどありました。きっとどなたか素敵なお花屋さんがご注文された残りだなと思うんですけど、これだけですごくね爽やかなので、もうあまり余計なことしなくていいかなと思って、私はこんな風に白とグリーンだけでアレンジしたいなと思っているんですけれども、なかなかね1年に1回だけではうまくなりません。これはしょうがないので、たくさん練習してください。練習というのは一人でやっては、絶対にうまくなりません。絶対に先生と言われる人についてやらないとねうまくならないと思います。その上で自主練、家で練習するのは大いに結構だと思うんですけど、完全に一人というのはうまくいかないですね。ちょうどいいと思います。こんな感じでグリーンをたっぷりと、それから季節のお花を入れた、こういったブーケを、作って、発送 もしくは手渡し、しています。ちょっとね連休前は発送がほとんどだったので、この後は連休後からかな、なると思いますけど、実際に直接取りに来られる方は、取りに来てもらっても構いません。こんな形でブーケにして、しっかりとラッピングした状態で発送しております。素敵ですね。こんな、ねブーケを母の日じゃなくてもこう自分のために欲しいなという人は、連休の、ね、中はあんまり私も、発送がねちょっとね高速道路とかの渋滞が嫌なので、発送受け付けてないのでリアルで受け取りたい人だけなんですけど、どうしようかな。1日月曜日、明日ですね。明日、ちょっと仕入れたいものがあるので市場行くので、もし、明日、自宅にご自宅用でご自分用ですね、受け取り私のみなにしたいんですけど、これ軍用ゴミですね。したい方は、取りに来ていただければ、お花用意させていただきたいと思います。あとで、ブログと会員様には、LINE をお送りしますので、こうやってグリーンいっぱいの本当にサワサワした感じの花を、花材をですね、
お届けしたいと思います。こんな感じで、これなんかすごく大きく見えると思うんですけど、まあ、実際にね、グリーンが多めなのでお花は 1,2,3,4、まあ、6本じゃなくて5本かな、バラとか芍薬何か、1本1色5本と、ちょっとこう揺れるような素材と、あとオールグリーンで、こんな状態で、飾っていただけたらと思います。詳細はまたブログで、LINE でご紹介しますので、応募してください。ということで今日実際に、母の日にお送りする、ブーケの、ね、ご紹介をしました。これ素敵ですね。ということでちょっと早送りも混ぜつつ、新緑のねブーケをお届けしましたけども、アレンジメントも、この週は同じような、素材で作らせていただきました。母の日は14日なので、できれば、頼もうかなと、そのぐらいの気持ちでもいいので思っている方は、この動画を見ている4月30日あるいは1日2日じゃ間に合わないんですよねぐらいに、連絡をいただけたらと思います。いつもの方だったら、まあ、間に合いますので、お知らせいただけたらと思います。で最後に、今日はですね、お得なというか素敵な、アジサイをご紹介したいと思います。発送というかお渡しした1個は発送するんですけど、あまりにも綺麗なので、ちょっとね余分に買いまして、これ月曜日火曜日かな取りに来ていただける方だけに、これを販売したいと思います。五号鉢って言って、この植木鉢のねここですね、プラスチック鉢ですけど15センチの直径のものです。で、このようにアジサイの、お花というか茎がですね10本ついてます。何もラッピングしたり抱えるとこのぐらいの大きさになり、結構見応えがあります。個別差があって40センチっていうもの、これは50センチぐらいだと思いますけど、まあ、こういう風にすればねこれでも50センチぐらいですかね、40センチぐらいかな。こちら、欲しい方、取りに来ていただくのがいいですね。月曜日、火曜日、まあ、月曜日が望ましいかな。まあ、その辺はちょっと相談しましょう。植木ものなのでね別にすぐ買えちゃうことはないので私の方でキープしておきたいと思います。限定2個だけなんですけども、市販されてるものよりもこれを見てた方には、かなりお得にお渡ししたいと思います。これをですねバスケットとかにはもうお入れしません。このまま家で飾りたい人育てたい人にします。バスケットとか探したい人はご自分で探してください。これね入れるのね。で下に水を受けるお皿も、ま、私が持っているものでよければとりあえずのものはありますのでそれで、お分けしたいと思います。ふるって応募ください。詳細はですねまたブログに書きますけどものすごく、変化の花色の変化を楽しめるアジサイです。今ちょっとこれ画面だと私が緑のシャツ着てますけどクリームっぽくグリーンっぽく見えると思いますけど、最初はねほらこんな風にちっちゃいつぼみは、グリーンなんですけどスタートがこのぐらいのクリーム色から始まって、だんだんピンクっぽくなってきます。それはそれは美しいですよ。でそのまま、花の時期が、じっとピンクのまま放置しておくと最後はこのちょっとグリーンがかったような秋色アジサイっぽいような、感じになります。そこまで待っちゃうとね来年は、咲かない、花をつけないと思うので、まあ、10本ありますから例えばどう園芸屋さんはちょっと怒るかもしれない。半分だけカットして半分残すとか、まあ、本当はね2鉢買って1つはそういう風にして1つは、来年用に、夏が来たらねバッと切ってしまうのがいいかもしれませんね。アジサイ上手に育てられる人はぜひ挑戦してみてください。もちろん、もう1年ポッキリでいいやと思う方もお家の中とかお玄関とか、にこれ置いとくだけでとても華やかです。お水さえね出さなければ育てていただけて室内のインテリアとして飾っていただけると思いますので、ぜひ、興味のある方はご連絡ください。ということで、まあ、1、2は普通の、曜日ですけど私は、ここには1、2はおりますので、遊びに行きたい方、1日お花が欲しい方はご連絡ください。良いゴールデンウィークを健康で、怪我をしないようにそれからお車でお出かけの方は、違反やスピード違反や何ですか駐禁取られないように気をつけてください。ではまた来週お届けします。良い1週間をお過ごしください。さようなら。